スターシードライトワーカーのお仲間の皆さん、こんにちは、マリアです。今日はここ2ヶ月、7月、8月くらいで取り組んできたことについてシェアしてみたいと思います。ここ2ヶ月くらいで取り組んできたテーマ、それは自分の中にあった最大の恐れから自由になるということです。で、その最大の恐れっていうのは何かっていうと、私にとっては大切な人、愛する人を失う恐れでした。ちょうど数ヶ月前からワクチン接種がだんだんこう始まってきて、で、両親やパートナーとか大切な人を失うかもしれないっていう恐怖を私は感じました。で、ずっと私たち家族と一緒にいてくれた、おじいちゃん猫の、武蔵くんが、ちょうど7月の終わりぐらいに、旅立っていったこともあって、やっぱり私たち家族にとってその武蔵くんが旅立っていくっていうことは、もうこう日に日にやっぱりいろんなことが自分でできなくなっていたりしたので、もう近々旅立っていくだろうっていうことはもう明らかだったんですけれども、やっぱりいつ行ってしまうのかっていうのがすごくこう怖くて、こうビクビクしてるような状態がかなり続いていました。で、やっぱりその可愛い子を失う恐れ、それにもずっとこう向き合ってきて、で、やっぱり今こうしてここで生きている私たちにとっては、死というものはものすごく未知なものであり、怖いもののように感じてしまうところがあると思うんですけれども、そういう恐れがやっぱり自分の中にもすごくあって、で、その愛する人を失う恐れ、それがやっぱり一番自分にとって大きな恐れだったんだなっていうのをに、こう今やっとこの流れをが一旦ちょっと落ち着きそうになって気づいたっていう感じです。ワクチン接種の件で思ったのが、やっぱり一番自分が大切な人が自分と違うことを選んだとしても、それはその人の選択として尊重できるかっていうのがずっと試されていたなっていう気がしていて、これからの時代、やっぱりそれぞれの選択を尊重して、で、多様性を認め合う、それがやっぱりスタンダードになる時代だと思うので、それをその一番近い人とちょっと違う意見になるっていうことで、試されていたのかなっていう気がすごいしています。で、ここ2ヶ月ぐらいそういういろんなことがあって思うのが、なんかもう怖いものはもうないなっていう感じがしていて、すごくさっぱりとした感じになっている自分がいて、なんかやっぱりその愛する人を失う恐れとか、その死への恐れっていうのは自分にとって大きなものであったし、そのでもそれさえもやっぱり幻想であって、それは手放せるものであるから、なんかそれを手放したことですごく軽くなったっていう実感があります。